こんにちは、東京ベジライフです。今日は発酵生活の始め方から極め方まで、発酵食品を生活に取り入れるアイディアをシェアしていきます。なぜ発酵生活をおすすめするのか、まず発酵食品のメリットを3つご紹介します。タンパク質はアミノ酸に分解されることによって体に吸収されますが、腸内に食べ物がとどまっている時間は限られているため、全ての食べ物のタンパク質、栄養を分解吸収することは難しいです。発酵食品は微生物、菌によってタンパク質がアミノ酸にすでにだいぶ分解されているので、そのまま栄養として吸収することができ、消化に使うエネルギーも少なく済むので、体への負担も低く済みます。体内の免疫細胞の6割が腸内に存在するとされています。発酵食品には乳酸菌などの善玉菌がたくさん含まれているため、それらを腸内に取り込むことで善玉菌と悪玉菌のバランスが善玉菌優勢になり、腸内環境を整えることができます。発酵の過程でタンパク質から分解されるアミノ酸の中には、旨味成分となる酸も含まれ、素材の味を深く美味しくする作用があります。発酵食品のメリットを最大限に生かしたいのであれば、菌が生きているまま体に取り込む生がおすすめですが、火を通していても発酵の過程でアミノ酸への分解はできていて、栄養の吸収はいいですし、旨味成分もたっぷりです。また火を通した後の微生物、菌の死骸は腸内の善玉菌のいい餌になるので、腸内環境の改善に役立ちます。一番手軽に発酵食品を生活に取り入れる方法として、いつも買っている食材を発酵食品にスイッチしてみてはいかがでしょうか。毎朝シリアルやグラノーラに豆乳をかけて食べる方であれば、豆乳のヨーグルトにスイッチ。いつも調理に使う塩、醤油、砂糖を塩麹、醤油麹、甘酒にスイッチするのも簡単です。またパンが好きでよく食べる方であれば、天然酵母のパン屋さんを探してみましょう。天然酵母は自然界の多種多様な酵母菌によって発酵されるため、複雑で味に奥行きがあるパンになっています。一度食べると病みつきになりますよ。いつも買っている食材を発酵食品にスイッチするほかに、市販の発酵調味料を普段の食事に積極的に使うのもおすすめです。サラダには良質なお酢を何種類か用意しておき、食材や気分に合わせて入れるのもいいですし、ピクルスを刻んで入れるのもいいですね。スープを作るときは少量の酒粕や白味噌を加えると、コクと旨味がアップします。市販の発酵食品をいろいろ試したら、自家製にトライしてみましょう。自家製のメリットは安全、安心、安くできること。また市販のもののように使い捨てのプラスチックに入っていないので、パッケージフリーで環境に優しいです。そして何より、手前味噌という言葉がありますが、手作りすることで愛着が湧いて、お料理が楽しく美味しくなります。最初は常温や冷蔵庫ででき、発酵時の温度管理が必要ないものが失敗なくおすすめです。以前の動画でご紹介した塩麹と醤油麹は、米麹と塩、お水または醤油を混ぜ合わせ、常温で1週間ほど置いておくだけででき、とても簡単。塩、醤油の代わりに普段のお料理に使うだけで、味わいがぐっと深くなりますので、まずトライしていただきたいです。キムチは白菜などに自生している乳酸菌を発酵させて作ります。白菜、塩、リンゴ、唐辛子の粉、甘味料があればでき、意外と簡単にできますよ。同じくザワークラウトはキャベツに自生している乳酸菌を発酵させて作ります。千切りにしたキャベツに塩をして、重しをしてしばらく置きます。今回はコリアンダーも入れてみました。しんなりして水分が出たら、空気が抜ける容器などで5日から1週間ほど常温で発酵させます。キャベツが液体に浸かっている状態にすることが重要なため、水分が少ないようであればキャベツをよく揉んで水分を出してから容器に入れます。日本の伝統的なお漬物、ぬか床も思いのほか手軽にできる発酵食品です。すぐ漬けられる状態で売っているぬか床を購入しました。冷蔵庫で保存し、
かき混ぜるのも3日から1週間に1回で大丈夫とのことです。常温で手軽にできる発酵ドリンクとして昆布茶もあります。グラニュー糖を入れた紅茶に種菌であるスコビーを入れ、布巾で蓋をして1週間から2、3週間常温で置いておくだけです。そのまま飲んでもいいですし、スムージーに入れたり、フルーツを煮るのに使うのもおすすめです。スコビーは概要欄のリンクからお買い求めください。常温発酵に慣れたらヨーグルトメーカーを購入して本格的な発酵食品を作ってみましょう。市販の豆乳ヨーグルトやケフィア菌などを種菌として豆乳ヨーグルトを作ったり、米麹とお水で甘酒を作ることもできます。またヨーグルトメーカーを発泡スチロール箱やクーラーボックスに入れ保温器として使うことで納豆やテンペを作ったり、パンを発酵させることもできます。ここまで発酵生活を極めたら、最終ステージとして長期プロジェクトに挑戦しましょう。完成までに数ヶ月を有する長期発酵食品は、その時に手に入る旬の果実を使った果実酒など、基本的には季節ものです。今回は時期としてはギリギリ、少し遅いですが、感じ込みがベストとされる味噌を仕込みました。浸水させた大豆を煮て、潰し、塩と麹を混ぜた塩切り麹と混ぜ合わせます。空気が入らないように容器に入れ、約10ヶ月熟成させます。出来上がりは10ヶ月後にご報告しますね。長期ものは時間をかけた分愛着も深くなりますし、1年を通してその時期に合ったものを仕込むことで生活に季節を取り込むこともできます。いかがだったでしょうか？今日は発酵生活の始め方から極め方まで、発酵食品を生活に取り入れるアイデアをご紹介しました。いろいろな発酵食品にトライしてご自分のスタイルの発酵生活を楽しんでください。それでは See you next time!